はい、7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞など最後までお楽しみが満載です。番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmgiroan.com までお願いします。この放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、リスンラディオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。そして忘れてましたね、今日はゲストもお招きしておりますので、はい、そちらもお楽しみにしてください。誰なんでしょう、はい、わかりますかね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 AVIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたします。それでは AVIC リラジオスタートです。はい、みなさんこんばんは。こんばんは。わ、はい、1週間経ちましたね。経ちましたね。早い。こんな感じで死んでいくんだろうね。いや、だからオープニングから何なの、ね、人生は早いですよ、皆さん。もう先週もね、すいません、テーマ発表して、うん、サンチュさんがね、なになに、うんちくん、うんちくんを連呼するもんだから、私が訂正しようとしたんだけどね、うん、勢いを持ってうんちだしって言ってしまってね、訂正できないまま番組を締めてしまうという大失態を犯した。いや、テーマうんちくですからね。うんちくん、はい、もうツイッターでも、うんちくね、ツイッターでもそれしか言ってないサンチェスさん、うんつけてからさ、ツイッターの場合は、うん、うんをつけてしまって、うん、ツイートしてしまって、うん、で、スプリームさんとかからコメント来てたんで消せないじゃないですか、もう、うんうん、もうそのままでいいやと思って、うんうん、そう、あれ見てからびっくりして、本当に、え、待って、本当にうんちくんで行くのって思って。でもうんちくんで俺1時間行けますよ。いや、本当に全然行けます。じゃあやる？あ、いやいや、全然いい。いやだよ、いやだよ、今日ゲスト来てるからね。そうだね。いやいや、もう、はい、うん、これはもうツイキャス見てる方には、うん、もう分かってますね。分かってますよね、皆さん。初めましてのたくらさんからもコメント来てますけど、はい、うん、なんと今週はうちのナンバーワンでおなじみのたくらさんがいらっしゃってます。うん、こんばんは。いらっしゃいませ。皆さんどうもすみませんでした。なんで超タイムリーですね。まずメンバーに、そして何よりも被害に遭われたって言うのも怖い。タイムリーすぎる。いやもう初っ端が何なんですか。サンチェさんといい、タカさんといい。もうね、なんていうのかな、ニュースごと大好き、うん、大好きですね。あ、もうタイムリータイムリーっておっしゃってたけど、そうです、ね、通常もタイムリーなね、時事ネタぶっこんでいきますから。そうですね。はい、頑張ります。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。手を出さないようにね。はい、ね、いや、今日はもうテーマがタカさんに合わせたかのように、うん、ね、うんちくということで、うん、得意な、はい、うんことちん違う、ちゃちゃちゃ、ちょっと待ってください。俺は全然いいですよ。うん、だから俺も喜んでですよ。組み合わせ、ウェルカムでしょ。ウェルカムです。大好きです。得意だけど、通常テレビで言えないことも言えるって聞いて、だからちょっとテレビよりは、うん、言えるでしょ。まあね、まあね、うん、だいぶ俺言ったけども、あれ、だから30、だいぶね、30、俺もう現場で言ってることの、はい、半分あれオンエア乗ってるか乗ってないか、うん、そうですね、確かに、うん、もう自主編集っていうのやってる、ね、そうですね、行きたいです、現場に。そうそうそう、聞いてみたいです。もう三世さん楽しめるね。もう最高ですよ、うん、まあまあ、でもやりすぎたらね、まあいろいろスポンサーさんもいらっしゃるし、うん、そうですね、あれあるので、はい、毎回QBA って何で言われてる。失礼な、一番大事なとこじゃない。あれ、どこの離島ですか。すごいところ噛んだね、今、すいません。大事じゃない、それ。どうしたんだろう、QAB さん、びっくりしたよ、俺。失礼しました、 KB さん。 KB さんとね、うん、バトルをするって聞いてますけど。そうそうそう、うん、バトルっていうのは交渉とか。そうそうそう、あ、交渉ですか、はいはい、あ、交渉というようなバトルですね、はいはいはい、ということで今日は高さんがゲスト、うん、効果なのか、はい、初めましての方来てますね。いいね。え、そんなの、はい、あれやりましょうか。やりましょうか、やりましょうか。タクラさん、初めてなの。わお、サプライズ、よろしくお願いします。お願いします。はい、あくびしてますね。あーあーって、違う、これこんな人出るんだね。
そうなんですよ、出るんですよ、ほら、おー、高さみたいなね、嬉しいですね、見てるから、楽しいですよ、見てるからだ、そうなんです、はい、今日タイムリーですね、これも、いやいや、高さん寄りでいきますから、いや、ないです、はい、今日はあの、高見がいないということで、ちょっと、あの、ツッコミ担当いないです、そうなんだよね、止める人がいないから、ちょっと心配です、心配だよ、頼むよ、ひとみん、頼むよ、そう、ひとみん頼みよ、よりによって今日私、進行だからさ、そうだよ、しかも一人ラガンでしょ、は一人ラガンでしょ、何、どういう意味、見てこのメガネ列、メガネ列、すごくない、どう突っ込んだらいいかが分からない。ここがもうすごいよ。みんなメガネだよ。うん、あなただけだよ。うん、あ、じゃあ、うん、なんかずっとこうしとく。なんなら俺外そうかなと思ったけど、いい、俺実はパンツ脱ぐよりメガネ外そうか恥ずかしいんだ。へえ。だからどんなラガンしてるんですか。じゃあ伸びたくみたいなんですか。もうなんか、めったに外したことないから、うん、もうなんか恥ずかしい。うん、お家でもじゃあメガネしてるんですか。ね、いや夜は。夜はベッドの上ではね、邪魔だもん、じゃあ裸で寝てるようなもんですね。俺はかけてやりますよ。いやおかしいでしょ。邪魔でしょ。いや、ちゃんと見たいんですよ。あ、ちゃんとよりね。あ、そういう時もあるな、うん、そういう時もありますね。確かにね。ひとみんはどう、どうだ、ひとみんはどう、ラガンそのまま。そう、ずっとラガンだね。ずっとラガン。俺あれだな、パーツパーツによるな。パーツパーツによる。かけ直すんすか。、うん、この時は初めて。おい、どこにうんちくがある。まあ、うんちく、はい、ということで、うん、ね、タコさん、いろいろね、毎回番組内でもうんちく結構出てきますけど、いろいろ教えてほしいですね。そうかな、もう俺、だから、いろいろかエロエロか分からんけど、まあ、エロです、ね、本当にもピンキリあるからね。うちな愚痴、うん、あーはよくやるね。あの番組放送の時はすごく好評が、うん、反応あるよね、あれね、はい、俺もよく言われる、そう、あれって、あ、この間ほら、あの番組で、うん、はい、9周年目突入、はい、の時にいろんなね、はい、特に県外出身の方々が、はい、やっぱり勉強になるみたいなことをおっしゃっていただいたわけ、そうなんですよ、はい、ありがたいことに嬉しいですね。俺が一番びっくりした、はい、県外の方俺の番組勉強になるの。そんなにね、うん、褒められるとは思う、ないからさ。むしろ注意というかお叱りが多いだけにびっくりしたわけ。本当ですね。 あえて目の前でね言ってくださるの嬉しかったですね、うんうん、でもなんていうのかな、行間を読むというか、このね台本の裏側を読むというか、そうやって見ていただいてる方やっぱりいらっしゃるんだなと思うね。嬉しいですね。はい、本当、はい、高さんの世代はもうずっと方言で喋ってたんですか。まあ家庭にもよるんじゃない、はい、うちおふくろは方言なんで、はい、それで僕は方言は割と比較的、方言、分からないですね。だよね、もったいないですよね、本当に。でもめちゃくちゃ上手ってわけでもないからね、はい、あのなんだっけ、なんとか先生に比べたらさ、はい、うん、なんだっけ、なんとか先生、純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 先生、先生じゃない、先生、純先生。あ、そっか、それ、その人に比べたらそうでもないと。何言ってるか分かりますよね。まあもちろん、当然、はい、羨ましいですね。いやいやいや、その世界を味わいたいですね。うん、だから確かにね、むしろなんか、タレントさん芸人さんで沖縄のね、はい、あまり上手に使えてない方言はヒヤヒヤするね。はいはい。だからやっぱり取ってつけたような人ってやっぱいるわけ。僕らからすると、まあ、そうはたくさんいる。ね、やっぱりとってもたくさんいる。そうなんですね。はい。だからそれはびっくりですね。でもお金すくいとも僕見たばーよとかさ、見たばーてみたいなのも怖いわけよ。これもなんか違うんですか。全然違うさ。見たはだって標準語さね。そっかそっか。見たはインちゃんって言うわけよ。インちゃん。インちゃんばーよって言うんですか。インちゃんばーてやくね。インちゃんばーて。インちゃんって言うね。インちゃんって言うんですね。うん、ね。例えば、うん。例えばで言うとそんな感じ。はいはい、でも合体してるんですね、じゃあ俺たちの世代は。そう。だから、そこが、うん、僕らからするとちょっと違うんじゃないのか、たくさんあるね。チャンプルですね。そう。まあまあ、あの言葉どんどんね進化していくから、そう、ね、それそれでいいと思うんだけど、うんうんうん、少しまたうちの愚痴とは正しいからね。はい。そうですね。あの県民のね、うん、まああの大事な文化だから、うん、それはまた綺麗に使っていきたい。そう、継承していきたいなっていうのもありますけど。100% 分かりたいですね。結構先輩とかがやっぱりあっち出てきたら、ああ確かに確かに。もう室方言になるんですよ。ああ。わーって言ってきてるんですけど。なんか言ってるぐらいにしか分からないんじゃない。なんとなく言ってることは分かるんですけど、 100% 分かれたですね、やっぱり。なるほど、かっこいいはずね、うん、かっこいいよ。いきなりこの話ぐらいやったからちょっとやっていいの。じゃあ何をやっていいの。あ、ぜひ、はい、もしもの場合と思ってか、一応さ、はい、ホワイトボード準備、ホワイトボード準備、あ、なんかすごい準備がいい。いやもしもね。もしもってなんだろう。
違う違う、うんちくって言うからあ、うんちくテーマがあの発音、なんか今うんちくんイントネーションがイントネーションがおかしかったですけど、うんちくって言うからさあ、言ったら、言ったが一応持ってきたばよ。ありがとうございます。お願いします。はい、まあまあいつも言ってるけどさ、はい、あ、サンチョス初めてかもね。そうですね、うん、あゆえよって言うでしょ。あゆえよ、あの母音って言うけど大好きな、はいはいはい、大好きですね、うん、でも母の音って書いて母音だよ。あ、そっか、さあそっちの方ね。そっちか、はいはいはい、知ってるでしょ。おっぱいかなと思いました。そう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 。でこれあゆえの A さん、はい、これねもう本当に普通にイになるわけ、沖縄の言葉って。イ、あい、うん、あい、まあゆえ語がイ、あ、A がだからイになるって考えてもらって、はいはい、で O がウに変わる。オがウ、うん、ウ単純に言うこと、うん、だからそういう意味でもうエとオがないわけ、沖縄の言葉母音がないから、はいはい、うん、ああいうの三母音って言われてる、はい、まあ例外もちろんあるよ、例があるけど基本、うん、基本がこれね、はい、って言われてる、うん、要するに分かりやすく言うと、分かりやすく言うとさ、うん、これみ、あ、まずめさ、はい、めこれ、これが確かに、うん、これミーですね、うん、目がミーになるってこと、うん、ミーになる、はい、ミーになる、ローマ字に変えるとそうそうそう MI になるってことですね。 MI、 ミーグワイナのミーグワノグラチチョンドとかで、はい、ミーグルグルとか、うん、そうそうそう、うん、そう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 、ミンタマっていうさ、そうそう、ミンタマ、これ目の玉のことミンタマ、はいはい、うん、そうそうそうです。で、うでしょ、うん、マイク入ってるかな、大丈夫、入ってるから俺な、これ書く口が必死だね。大丈夫です、聞こえてます、通りいいんで。そう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 ですね。で沖縄、うん、沖縄、うん、沖縄、うん、はい、これはもう普通にウに変わるでしょ、うん、沖縄のオはウ、うん、でまたここがねあるわけ。 K はね、 K は、うん、チに変わるわけ。 K はチになるんですか、うん、うん、すごいね、チ、うん、チ、なんで変わるのかもしれない。これは法則が、うん、これはもうあのほぼ適用されるけど、この辺はちょっと例外的なものがあって、はい、そうすると、うん、うちなわ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 、あ、うちなわ、面白いよね、なるほどね、そうそう、わかりやすいでしょ、はいはいはい、例えばで言うとこんな感じ、うん、まあ、これつらつら たくさんやっていて、うんうん、はい、すごいわけさ、うん、例えばもうこういう例外的な法則ってもっとあって、だからうちらなんだね、うん、リはイに変わるとかさ、はい、うん、例えば鳥ってあるでしょ、はい、まずオがウ、ウに変わるからこうなんですよね、はい、でリはイに変わるけ、トゥイ、うん、トゥイ、鳥のこと、トゥイグワトドーサ、トゥイグワトドトーサ、飛んでるやつさ、トゥイグワトドーサ、トゥイになるんだ、そう、トゥイ、トゥイ、トゥイ、鳥がトゥイって呼ぶのは知らなかったけど、でもなんとなくトゥイって言っても鳥ってわかるよね、なんかね、うん、雰囲気的にね、うん、もう例えばで言うともうたくさんあるこういうのがなんか、面白い、こうやってね、なんか そうその法則性を覚えとけば、うん、ある程度適用していけば、うん、ある程度ね、はい、全てじゃないよ、全てじゃないけど、うん、割とうちの口っていうのは理解できたりする、はい、うん、こういうの小学校の時に習いたかったですね。あ、確かに、ぜひ、うん、だからね、英語とかも大事なんですけど、やっぱり沖縄の言葉をちゃんと勉強しないと、そう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 、母国語ね、そうだよね、大事だな、たくさん回った方がいいですよ、だからね、各小学校だから小学校あ、できるできる、呼んでください、うん、お願いします、本当にね、うん、勉強になると思います、違うことも言いそうだけどさ、怖い怖い、それはちょっと実践していただいて、むしろ男子諸君はそっちの方が楽しみ。早い頃からね、まあ、でも学校では学校で教えてもらえないことが多いですから、うん、ま、これね、あの長いことやったらもうそれこそ俺普通で3時間やれるから、うん、まあまあね、今日時間聞けますよ、全然、うん、すごい限りがあるはずなんで、まあ例えば、まあ番組で今やってるけど、うん、俺のうんち的、うん、ちく的な、うんちく的なものは、はい、まあ先にね、ひとみんが売ってくれたから、はい、まあ方言とかうちなぐちって言ってたから、うん、まあ、はい、例えばというとこ待ってました、これは、はい、こういうのあります。いや早速ね、素晴らしいうんちく聞きましたね、ありがとうございます、はい、なんかもう危ないね、危ないな、うんちくがおかしくなってきた、逆に他の人のなんかないの、俺が聞いたことの、お、これはみたいなさ、特にない、うんちく特にすごいな。なんかいろいろうんちくっていうのを調べたんですけど、うん、なんかうんちくとその雑学をちょっとごっちゃにして考えてしまった部分があって、そうだね、うん、それはあるかもしれない、ね、まあ、うんちくっていうのは本当はもうその分野っていうかな、うん、そこを深く研究したり探究して得たやっぱり知識だったり、うんうん、そういったものだからね、うん、はい、
全然知らなかった、ね、調べてびっくりしましたよ、うん、あ、そう、雑学がその面白い知識で、うん、豆知識が役に立つ知識、うん、うんちくがそういう専門的な、専門的な、そうそうそう、へえ、俺どうしようと思って専門的なフィギュアとかドラゴンボールとかね、カルダスの話しかないから、そうそう、だからその辺がもうほぼ趣味の世界だったり、あの本人の雑学的なものだから、でもそれはそれで雑学ってつくぐらいだから僕は大事だと思うよ、うん、そのひっくるめてね、なんかうんちくってあんまりいいイメージないんですよ、うんちくを垂れるとか、あ、まあ、そういうのでしか出てこないから、偉そうに具合になるよね、ちょっとね、なんかそういうのしか出てこないんですよ、そうだね、あー、あるかもしれないけど、ね、うん、いやでも、うん、タカさんのうんちくは勉強になる、いやいやいや、だからそういう時にちょっと今言ったみたいに、ね、はい、少し上から出来になるとあれだから、柔らかいもので言うと、うん、あのドライヤーってあるさ、はい、うん、ドライヤー使うでしょよく、うん、使いますね、ドライヤー、はい、あれ実は最初の頃はアメリカであの売り出したこと売れなかったわけ、売れないんですか、売れなかったんです、ドライヤー、そうなんですね、なぜなら、うん、髪なんてなんでタオルで拭けばいいとか自然乾燥だというようなのが続いてきて、ドライヤーですってからさ、最初めちゃくちゃでっかいさ扇風機みたいなの作ったわけ、ドライヤー巨大だったんですね、みたいな、こっちがてもうもう顔全体で乾かすみたいな、最初って物の始まりって何でもそうさ、そこからだから、あのモーターを小さくして手持ちのものができたんだけど、それでもさなんかしっくりこないわけ、そしたらこっからサンチェス好きなネタだけど、何すか何すか、ボインですか、うん、違うボインに続くこういうあの取っ手っていうのかな、ドライヤーのそこをさ、当時のアメリカ人のシンボルの男性のシンボルの平均の太さにしたわけ、極太じゃないですか、じゃあ、はいはいはい、いやそこが、あ、そこ違う、極太あのゴム太、当時はまだそこまでいってなかったんでね、あのそうなんですか、時代によって、ね、数十年前だから時代によってサイズが変わるんだ、そうそうそう、そうですだからそこに大体合わせたそのドライヤーメーカーさんがいて、全部のメーカーじゃないよ、一部そういうメーカーがいたら売れ出した、へー、おそらく最初の頃あれだったけど、手に持ってしっくりいったんだろうな、はい、しっくりきた、しっくりいったんだ、これこれこれみたいな、来たぞと、いつも握ってるやつだから、いつそしたら本当にあの売れたと、へー、売れるんですね、面白い、あの香水とかコーラの瓶とか似たようなもんですかね、そうそうそう、あ、有名ですか、あ、これ有名な話で、コカ・コーラの瓶も、うんうん、あの場合によっては女性の体をくびれを、そうそう、くびれを表現してるんですね、そっか、あのね、おじいちゃんが、うん、あの石垣行った時にね、うんうん、酔っ払って一人で喋ってたんですよ、うん、何かなと思って見に行ったらペットボトルのあのね、くぼんでるところ、あのタイプのペットボトルに向かって、うん、あんた名前なんていうの、やばいだろやばいでしょそれは、そこまでそれ本人のおじい私のおじいちゃんおじいはちょっと病院行った方が良かったんだね、ペットボトルに口説いてます、だからすごいな、それちょっとある意味病院行った方が良かったんだね、巨大なペットボトル、うん、違うでしょ、普通のペットボトルでしょ、普通のペットボトル、あ、一応そのくぼんでるやつ、あ、だから瓶じゃないの、瓶、俺が言ってるのは瓶よ、あのさっきあのバナが言ったやつは、あのコーラの瓶さ、あ、瓶、あ、ビンコーラの瓶、バッキュボンなってるさ、はいはいはい、そうそうそう、あ、それそうそうそう、あ、でも掴みやすさはでもペットボトルもあるじゃないですか今、あの指の、あ、細いのあるよ ね、細いのとか、まあまあ、うん、だもちろんその掴みやすさもあるけど、うん、一説には女性の形かたどったというので、うん、そしたらまたなんかね、うん、売れたというのも、うん、後付けかもしれないけどさ、はいはい、あ、そういうのもあるし、うん、たくさんあるよ、こっちネタで言うと、いいっすね、うん、あ、そうそう、それで思い出したんですけど、うん、香水の中の成分、うんうん、はい、実はうんちとそんなに変わらない成分らしい、なんすかそれ、アンモニア系みたいな、嘘、そう、お、そうなんすか、ちょっとそこいじるといい匂いに人は感じるっていう、へー、らしくて、あ、じゃあもう毎朝ションベン浴びてるような感じが、あ、台の方、台なんすか、台の方らしいんだな、うん、まさにうんちくじゃないですか、そう、うんちだけに、うまい、持ってきてるね、やっぱりね、すごいな、なんかちゃんと持ってるねみたいなね、やっぱフェロモンってあれですね、あ、そういうのかもね、うん、びっくりした、人の本能っていうのが、うん、やっぱりね、動物ってほら、うん、お尻の匂い嗅いだりとかするじゃないですか、だからその人間のそういう営みはさっきのドライヤーの、はい、持つ取っ手もそうだし、今の匂いもそうだけど、うん、なんかそういうなんか言葉正しいかどうかわからないけど、性的なものにまつわるものをやると売れたりするという、好きなんですよね、みんな、そうそうそう、ね、そういうことですよ、そういうこと、根源だわけよ、なんだかんだ言って、だから某、M ドナルドの、
あの M シュシェイクだった、はいはい、それを飲むストローって太いの分かる？分かります。はいはい、うん、それはそのネタも知ってる。あ、それ知ってます、うん、コメントでも来てますよ、うん、これは、はいはい、これは本当はタクラさんから、うん、あ、これこれこれそれ。マックのストローの太さは、うん、女性の乳首とはっきり言った。そう、本当にあんな、あんなあれってただ単に飲みやすいだけだと思った。いや、これはもう違う、ね、マクドナルドの、日本マクドナルドの創設者、うん、藤田伝さんという人の、うんうんうん、やっぱり本に載ってるわけ、うん、へー。もうなぜなら、うん、人間が一番 おいしいと思うのは母乳を吸ってる時のあの、うん、あのスピードで母乳が入ってくるのが一番心地よいから、うん、それに合わせて太さもやったら、これも当初はあまりマックシェイク売れなくて、あ、行っちゃったよ、いやいやいやさっき、いやもう分かってますピーピーピーエムクシェイクって言ってたからさっきそれそれそう、うんうん、それに近いので、あのグミってあるさ、はい、グミの硬さは乳首の硬さ、分かりますね。へー、そうなんだ。子供が ずっと含んでいても、うん、いわゆる、うん、食感っていうの、はい、それがいいように。へー、それは当然大人も食感いいよね。そうですね、確かに、うん、たまに柔らかすぎるやつがあるんですよ。あるよね、たまに。そう、製品によって乳首の硬さじゃないやつがあるわけ。あら、ちゃんと乳首を感じてやってほしい、うん、その作る人たちはね、はい、それ、あの意味を分かってないってことでしょ。そう、うん、まあだから、ちゅうかあれさ、女性の硬さにも多分硬い柔らかいやつだから、そう、グミありますね、確かに。グミにも辛い、うん、長さもありますからね。そうそうそう、いろいろそばみたい。そうそう、今度確かめてみたら、ひとみこのマックの甘くて言っちゃったよ、うん、ピックのピークのピークのあのピトロを、はい、ピトロピクビに、あ、ピクビに、あ、はめてみて。そう、大きさをね、大きさを測ってみて。いいんじゃない、両方はまるんじゃない、でアンテナみたいに、そのままにして、そのままにしてと お願いだから、ピーみたいな、これが伸びた、20センチ、いいね、伸びたってね、いいね、いいね、楽しそう。 やりませんよ、はい、ということはみんなあれだね、あのエムクシェイクを飲んでる人はみんなおっぱい吸って歩いてる、うん、妙なもんで吸ったら美味しく感じるからって言って、うん、これ本当にあのね、さっき言った、うん、日本マクドナルド創設したの藤田伝さんが本に書いてるぐらいだ、こんなこんな方俺言っちゃったな、俺全部言っちゃってます、ね、最初のイニシャル独特言った俺じゃあ一旦曲いきましょうね。はい、あ、そうだね、はい、進撃のめいちゃんさんからの、はい、リクエストです、はい、ローリーディープでグッドタイムス、はい、お願いします。お願いします。目の開けたらちょっと見えるようにましょうかね。多分ね、今日いっぱい来てるから、うん、いっぱい来てません、今日1,2,3,4 曲開け CM 行ってその後メール行きましょうか。9つ。そして太鼓さん、先週ごめんなさい、エンディング直前にメールいただいてたみたいなんですけど、うん、気づかなくて、うん、これちょっと今週も読めなさそうなのですいません、またあのリベンジ、みんな読みましょう、うん、やっぱりひとみんが特にないっていうから高橋さん寂しいってことうんちく歩く場合じゃないって普通に言うからさ今日のテーマ知ってきてんかみたいなない、うん、みんなそれぞれちょいちょい持ってきてんだから、うんうん、あ、みんなあるかなと思って、うん、あ他人任せだから他人任せだ。大吾さん、新しく送ってやってありがとうございます。ありがとうございます。 あとコインをよろしければ、あ、ちなみに早くおっぱい見せて、なんでよ、コインもらえる、コインもらえる、うん、大丈夫大丈夫、ほらもう集まった、あ、早っ、うん、ありがとうございます。もうおっぱい見せなくてもいいぐらいになったんだねみんなあれかな、見えるメガネか、見える目がコインありがとうございます。ありがとうございます。すごいいっぱいコメント来てるよ、うん、いいね、うん、ハッチーさん、タイゴさん、シュプリームさん、なんか今日嬉しいですね、こういう話ができる男性が増えてそう、俺嬉しいですよ、うん、人工知能のオットさんも今日もいらしてます。いらっしゃいません、はい、今日も順調に乗り遅れましたいや、意外と結構、ね、早い時間間に合ってますよ、大丈夫ですよ高見聞いてるかな、うん、ね、タクラさんは沖縄の方ですかね。タクラさん、タクラさん、タクラさん、うん、シュプリムさん、乳首が赤いのは赤ちゃんが分かりやすいようにらしいけど、生物学的には乳首と唇の色が一緒らしいね。こういうのはまたあれ、マジ恥ずかしい、はい、こういうのはこれはちょっと恥ずかしい。シュプリ、ちょっとこっち、いやーこれ恥ずかしい、超見られるそうなんだ、でも喋っちゃう、でもね、へー、でもリップ塗りますから、ね、もう塗ってたらもうな本当の色わからんから、そうですね、なんか黄色いリップとか塗ればバレないんじゃない、おかしいですよ、唇が黄色でもご飯ね、食べ終わった後とかリップ落ちるさ、うん、あれは
丁寧に塗っておかないといけない。やっぱ書いたらさ、瞳の口ぐりにしか目がいかないって、やっぱそうなっちゃうな。みんな見てるんですよね。そうなっちゃうな。コインがボインに聞こえた。誰かコインって言った？コインって言ってましたね。コインちょうだい。ボインの逆って何ですか？ナイン。ナイン。ナインか。ナインも好きなんですよね。あ、うちは録画して見てるらしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、かっちゃんさん。あ、久しぶり。うん、久しぶりです。トミー、コメントお願いね。こっちから見えないわけさ。あ、オッケーです。ちょっと寄せる。じゃあもうそろそろ CM いっちゃいますね。はい。あのメール、なんちゅう顔してるの。メールいきますか。うん。いきます、びっくりネーム。まだ。ポッポさん、ありがとうございます。ポッポポッポ。まだ。交互に行くかじゃあ。交互に行くか。はい。CM の後もまだまだ続きまーす。あ、タカさんの声だ。あ、これタカさんの声なんですか。そうそう。何だっけ、エビク？はい。あ、そうだ、そう。あれ、他の CM もやってませんか？たくさん。タカさんの声なんだ。テレビでたくさんやってるよ。へぇ、知らなかった。なんと。一番有名なのが、レッツゴー、アジジマンチェーだよ。アジジマンチェー。なんか違いますね。そっかね、なんか全然違いますね。ああ、ひとみも最初分からなかった。あ、ほんと？うん、変わるんですかね、トースト。あ、そうですね、はい。言われてみたら、あーってなるけど。あ、松並？松並、うん、あれいいよね、いいジングルであれ、うん、いいと思います。なんかふざけたジングルとか依頼ないですか？いいね、ワールド高めやりますよ。それいいね、いいね。超ふざけたのです。ひとみ、俺から読む？あ、ほっぺさん、私読みますね。4、次、3、お願いします。お前はもう聞いていて、ラジオ、ラジオ。FM ギノワンから生放送でお届けしております ABIC の ABIC リラジオ、はいはい。何笑ってんですか？いやいや、ノールックで来たからすごいなと思って。横目で見てたんだな。音で覚えてますよ。もうアイコンタクトで。あっさびろよ。すげーなこいつって。すげーな。今一瞬俺が言おうかなって思った時に言ったから。なになに、気持ち悪いなんか。いや、今日なんかやるじゃんみたいな。音で覚えてるじゃん。違う、いつも見てるのはバナさん上げるタイミングがいつも変わるから見てたんだけど、うん、まあいいやと思って今日は。上げてなかったらバナさんのせいにしようと思ってた。すごい、ちゃんと鼓膜あったんだね。あるし、鼓膜はあるし。会話できんよ、赤膜なかった。いきましょう、はい。あの、今日はメールたくさん届いてるので、はい、あの、この後もタカさんよろしくお願いします。ます、はい、早速、見失ってる。待ってよ、見失ってるの。どこ行ったこれ。あ、あったあった。はい、びっくりネーム、タイゴさんからありがとうます。ポポ、おはようございます。タイゴだよ。あ、これ先週のだね。おい、これ先週のだね。見失っとるやないか。頑張れ。すいません、すいません。焦るな、焦るな。ね、これどこ、どれだ。大丈夫だよ、落ち着いて。あ、シュプリームさん行きましょうかね、これ。あ、待ってよ、これ使いにくるって。早くやって、ちょっと。ちょ、すいません。そう、割れてるからや。オッケーオッケー。びっくりネーム、シュプリームさんから、はい、ありがとうございます。ポポ。愛しのひとみん、ひろきん、たかみ、バナさん、はい、ゲストってたかさんでした？そうですよ。こんばんは、びっくりネーム。明るい家族計画こと山口達也です。やめろ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 。早速使ってる。やめろやめろ。日曜日、流さないでください。大丈夫です。大丈夫大丈夫です。日曜日、大好きなユタのアーティスト大金のぞみ with、うん、DJ レイコのライブに行ってきましたが、あー、ユタのね、うん、はいはい。沖縄のラジオの有名リスナーさんがたくさんいて興奮しました。うん、さて、気がつけば4月最終木曜、うん、あ、そっか、そうですね。そうだね、もう5月だね、うん、2018年も3分の1が過ぎ、業界用語で言うところのワンクールが終わりですね。ワンクールですね、うん、そして平成最後の4月なんですよね。あー、そっか1年後には昭和生まれのひとみんは3つ目の時代を生きることとなり、僕もそうですが、昔の時代の人感が半端なくなりますね。悲しい。確かにそうですよ ね行ったらもう、うん、
ね、すごいことだよこれは、うん、対象とかそんなレベルみたいな感じですかね、ね、私たちからすると。はい、で本日のお題はうんちくんでしたよね。うんちくん、うんちくんですよ。違う違う、うんちくんじゃないよ。うんちくです。うんちくです。うんちくんといえば DJ スランプあられちゃん、ドクタードクタースランプね。DJ スランプイエーカモンイエーイエーカモンキーウンチャーちゃん、神々だな。うんちくんじゃないからね。はい、ドクタースランプあられちゃんに出てくるあれですよね。あれですね。違います。ツンツンね。スタジオの皆さんはあんなに美しいトグロを巻いたうんちくんをしたことがありますか。あります。あるんかい。あるんだ。おか、難しいだろうね。おか来ておか来て、見てこれ綺麗じゃないって、あんたよこの人呼ばんでって。完成品みたいなね。完成品は相当長くないと思う。結構長かったんですよ。もうサンチェさんそっから芸術的センスがある。うなぎみたいな、一本一匹のうなぎみたいな。もういいよそこ。そういえば子供の頃、公園の芝生に黄金色に輝くうんちくんが鎮座しておられたので、面白半分で爆竹の束を突き刺し、テロだテロ、爆破したら見事にコッパみじんに破壊することに成功したのですが、うん、爆破のタイミングを誤り逃げ遅れた友達の背中にうんちくんが付着し、それが原因で禁止されていた爆竹遊びがバレ、こっぴどく親に怒られたのは言うまでもありません。禁止だったんだね。そして待って、後ろにさうんちくんついたことでバレるってどういうことなの。よくわからないんだけど。そもそもちょっといい、はい、いいですよ。うんちくがうんちくになってない今。そうなんだよ、そうなのよ。もうもはやもはやそうなってる。もう大丈夫か。俺は嬉しいっす。進んでるけど。俺は嬉しいっす。大丈夫か。全然うんちくじゃないし、ね、分かるよ。そうだね。だからテーマ変わってるよ、うんちくに。乙女の瞳はこんな下品な遊びするはずないと思いますが、うん、カエルを爆竹で爆破したことなんてないですよね。ないです。あったね。ないから。あったの。ないよ。そんな遊びする、怖いけど。子供はやるんだよ。子供はやった。子供は残酷ですからね。残酷だな。ではでは、今夜もゆたしくお願いします。追伸、高翔はうんちくんもおならもしないですよね。うちの嫁は想像にお任せします。いやいやいや、俺は嫁さんが好きですよ、高翔さんよりもね。待って、この流れにしたらさ、あのする方向で考えてしまうよ。その方向で話しましょうよ。いや、やめよ。そして今日もね、あの嫁さんの写真あの送ってくださってますが、うん、相変わらずモザイクがおかしいですね。モザイクの嫁さん可愛いんですよ。顔見えてます、ほとんど。綺麗ですよね。そうだね、うん、まあまあ、あまり見えてないけど綺麗っぽいね。はい、なんかモデルさんされてるらしいんですよ、うん、プラモデル、うん、プラプラモデル。何のプラなんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、いきますよ、はい、スタッフリスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。どうもどうも、大工です。お、久しぶりです。ありがとうございます。パパ、今夜のテーマうんちく、いやはやスタジオのお席にお邪魔したいくらいのテーマじゃないですか、うん、カウンターが懐かしいです。アニメや漫画系ならサンチェさんと語り合いそうですね。まずは手始めに、ドラえもんのジャイアンの名台詞、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものの本当の真意は、俺の大切なものは俺のもの、お前の大切なものも俺のものという仲間思いの台詞。そうなの。そんな真意があったんですか。それは聞いたことあるよ。嘘、うん、そうなの。アンパンマンは映画でだったかな、うん、映画で、映画で、映画のジャイアンはいいジャイアンですね。これが嫌なんですよ。普段あんな仲悪いのに映画の時だけみんな一致団結して綺麗なジャイアン、ね、みたいな、うん、なんかね、まあまあ、まあ、うん、アンパンマンは顔が濡れると力が出なくなるが、うん、アニメで歯を磨いているもしかが本来する。口の中はいいのかな、口内はね。そうかもしれない。防水体質なんだよ、ね、防水 対策されてる。顔にもやれよっていう感じ。口の中は、うん、北斗の拳の北斗百裂拳では、うん、パンチで殴っているのではなく、さまざまな指の形で飛行をついている、うん、声優の大山信代さんがドラえもんの声を担当したのは、うん、3代目ドラえもんで、2代目がドラゴンボールで有名な野沢雅子さん。これ知らなかったね。そうなんだ。アニメや漫画だけではないですが、もっと話してみたいですね。では時間まで縛りを。初代誰なんですか、ドラえもん。あ、わかります、タカさん。なんか聞いたことあるような、曲も違うんですよね。確かそうなんだ。違うはずだけど、誰なのかまでわからない、うん、ね、違うっていうのはわかるけどね。男の人だった気がする、うん、男の人、うん、おっさんとかですか。そうそうそう。じゃあもうちょっとなんか濁ってたね、渋かったかもしれないね。そうそうそう、全然知らなかったな、これ。知らなかった。あと大山信代さん、ブロック崩しが超うまい。何名人級名人級なんですよ。
すげえ。なんかこれで思い出したんですけど、うん、なんかアンパンマン、ドキンちゃん、うんうん、と食パンマンは結ばれるんですかっていう、うん、なんか小学生からの質問があったらしいんですよ、うん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 、それに対して の作者の、うん、回答が何何一生結ばれることはありません、えだってバイキンと食品ですからって、まあ、ね、なるほどね、そうだけど、もう現実的な、そりゃそうだよね超現実的、なんか悲しいね、ね、でも夢がないね、うん、夢ないね、うん、でもなんか叶わない恋っていうのは逆になんか燃えるっていうじゃないですか、うん、あなるほどね体中にバイキンまとわりつかせながらキスしたパンがカビカビになる、パンがカビカビ、そういう妄想もありじゃないですか、ね、そうありだね、そうか、うん、あのメンバーもそうやりたかったんだすいませんやめて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 くださいやめてください、ま、バイキン巻き散らかし方バイキン巻き散らす巻き散らす女子コース言えてないしもだからはい、ありがとうございます。そして、続きましてびっくりネームほっぺさんからありがとうございます。ポポ皆さんこんばんは。こんばんは。下ネタ多めの面白いおじさん、面白いおじさんことタカさん来たー、来たよ、うん、い僕の、要望を叶えてくれてありがとうございます、うん、あ、そうだね、ほっぺさんがタカさんゲストに呼んでほしいって、うん、あ、どうもありがとうございます、ゆしりじちゃうびたん、さて、今週のテーマ、うんちく、僕のなんか、僕のなんかよりタカさんのうんちくを延々と聞きたいですということでした。聞きたいですよ早速ね、オープニングでタカさんの、ね、うん、たくさんあったけどね、うんうんうん、またメール読んだ後に、うん、お時間あれば聞いていきたいと思います、はいはい、次いきますよ、はい、びっくりネームシュートさんです、ありがとうございます。パパひとみんさん、バナさん、サンチェさん、ゲストのタカさん、こんばんは、はい、4月21日我が町の小劇場で1984年の舞台見に行ってきました、うん、政府によって禁じられている恋愛を経て生まれた4人の女の物語の話でした、はい、自由がないまま政府によって従うしかないのが嫌だなとそう思いました、うん、写真載せておきますね、はい、これは何の舞台だ。これね、綿貫かなちゃんが、かなさんね、うん、FM 那覇で朝、ラジオパーソナリティをやってる、うんうん、綿貫かなさんが主催の舞台です、ね、舞台見に行ってないぞ、うんうんうん、行かないと、うん、見に来て、うんうん、私5月にあるので、いいね、5月、はい、早速ラジオのやつね、あーラジオのやつか、君のそばにラジオっていうね、うん、タカさんとか舞台やらないんですか。あ、出ましたよ、一回ゲストで出たことあるんですよ、ゆうかちゃんのやつに、なんか、地方庁の人の心の花だったかな、そうそうそう、あ、ゆきちゃんの、そうそうそう、これゆきちゃん大好きなんですよ、あ、それの大好きです、そうそうそう、見てますか好きです、見てるといいね、なんでゲスト来たんでしょ、来ました、うん、そうそう、会った瞬間に顔が長いって言われてちょっとブルーになりましたから、そうそうそう、てめえの顔はちっちゃいんだよって言ってもなんかあんまりね、締まりもないし、まあ毒吐きますからね、そうそうそう、毒吐くよ、本当にもっと毒ください、お待ちしておりますうん、ありがとうございます、はい、続きまして、はい、びっくりネームサオロニーさんからありがとうございます。ポポ、よい子のみんな、こんばんは、こんばんは、サオロニーさんだよ、いらっしゃいませ。今日のテーマ、やだもう儀式こんなことリスナーに聞かないでよ、もうバナさん、サンチェスさん、ひとみんに今日のテーマ言わせないでよ、何回も言ってるよ、やんなっちゃうな、あ、違った、勝手に違う解釈してたや、もういいや、ごめんね、バイバイうんち食うですからね、そうです、うんちくね、食うの、うんちくね、そんな趣味ないですけど、うんちくね勘違いしちゃいけないですよ、だからもうサンチェスさんのせいだってば、先週でも多分普通にうんちくでやってても、うん、多分みんなこういうメール、うん、絶対来る、絶対来る、一目に言わさないでねって言ってるけど、うんうん、そこそこ言うからね、言っちゃってましたからね、案外、うんね、別に下ネタ平気ですよねむしろ俺には大好きって言ってたぐらいマジですか、言いましたっけ、種類によりますけどみたいな、あ、そうそう、種類によりますね、うん、言い方にもよりますけど、言い方、触り方にもよるの、触り方、それもう下ネタじゃないですか、セクハラだね、セクハラか、今日もね、サンチェさん初めてだったかね、今入るときにセクハラしよったからね、俺してないよいつも出るときするんですよ、ね、でも俺手で触ってないからライトセーバーとかペンで触るんですよ自分そうなのよ、脇腹ツンツンとかするわけ、 あんまりどうすんのねこれどうなんすか、ダメなんすか、直接直接やばいだろ直接いや俺やんないけどね
俺こう見えて本当に貧困法制で言ったけど直接本当は触りたいんですよ自分、俺アシスタントに指一本触れてないから。そうなんですよね、その辺本当に。でも前ゆきちゃんの手をあれフォークダンスでしょ。そうですよ、触ってましたよね。キャって言われたけど、ダサくさに紛れてフォークダンスもできんのかみたいなガチで避けられてましたね。そう本当にフォークダンスいいっすね、うんうん、ちょっと取り入れてきたですね不自然すぎるでしょ。女性のゲストが来るたびにちょっとフォークダンス頑張ってるんですっていいかもいいかも、いいっすよね。そうそうそう、合理的なね合理的ですよね。なんだよ、スキンシップっていうの。おかしいですよ、ちょっと。あれ見てちょっと勉強になりました。ありがとうございます。ごちらこそありがとう。またよろしくお願いします。なんか繋がった。俺言いやがって。エールの効果。なんか繋がった。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、はい。びっくりネーム、進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます。パパエイビックのびっくりラジオのサンチェさん&バナさん&ヒットミー、うん、そして今日は入りをね、全力のツッコミ担当の高見さん、いないんだ、いないんです。今日はタカさんが来てくれてますよ、うん、そしてゲストの内腕で素敵なダンディのタカさん、うん、タカさんの内腕での暴走っぷりとダンディなところが素敵です。はい、もう懸命にもタカさん、ね、タカさんラブと書いてます。すごいね、男の人でしょ、うん、男です、ね、多いんだよね。ハートが3つ入ってますよ死に多い本日も生放送お疲れ様です。最近ツイッターで綾野剛さんと多部未華子さんのキスシーンを見るとなんか興奮するよね、うん、そんなのあったんですか。あれ綾野剛さんか、相手なんか見たことあるけど、うん、めいちゃんでございます。タカさんは分からないですよね。ではでは、うん、お題のうんちく、うんちくと言われても思いつかない。一つだけあるとするなら、森林浴の空気は有害物質である。そうなの。そうなんですか、皆さん気をつけてね、うん、あとはビール瓶のギザギザを数えたことありますか。ない。答えは21個。へえ。では楽しく聞かせていただきます、ね、お酒を飲んだ時に数えましたって一人で飲んでたのかな一人で飲んでたのかな確かにそれはでも俺知ってたな。ああ。必ず3の倍数なんで。あ、そうなんですね。 3が安定するわけよ、力って、はい、一番、うんうん、だから3点でそれで、うんうん、そうすると3おのずと3の倍数になる。へえ、すごい面白いね。森林浴の理由が知りたいな。だからね、なんでなんですかね、有害物質なんだ、うん、アロマの効果があると思ったんですけど、ね、あ、でもアロマオイルも、うん、あれってやっぱちゃんとしたアロマ屋さんで買わないと、うん、あのちょっとした有害物質が入ってるらしいんですよ。あれって猫死ぬんでしょ。ああ、なんか聞いたことある。匂い嗅いだら、はい、なんかその炊いたら猫にとっては有害っていう話を聞いたんですよ。鳥とかも良くないらしい。トゥイね、トゥイ。トゥイか、トゥイね。おー、さすが、さすが。早速トゥイ入れてる。早速トゥイ入れてますよ。トゥイ入れてます。その使い方は違う。この使い方は違うんですか。取り入れてるわ。合ってんじゃない、同じ発音の方言かだから。取り入れてますよ。うん、合ってるよ。いいね、勉強になりますね。うん、いやいや。ありがとうございます。次お願いします。はい。あ、これ読めないよ。ビンゴさん来てよ、ビンゴさん。ダメだよ、ダメだよ。サンチェさん呼んで。俺あれ、これシュプリームさんだよ。シュプリームさん、さっきも来てたけど。今夜のテーマはうんちくだったのですね、うんうん、TOKIO の山口達也メンバーは泥酔して自らの番組R の放送、これ大丈夫かな出演者に酔った勢いで、うん、R18 の法則を破ってしまったわけですが、泥酔、うん、だったとのことで路列が回らない状態だったのでしょうね、うん、そこでうんちくですが、路列、うん、は正しくは路列と書き、あのトグロ兄貴のロに、はいはいはい、りっちゃんのリ、ね、リね、と書き、仏教音楽のロモつも音階なんですね。僕の故郷京都にある三千院と呼ぶのかな、うん、には、路列にちなんだ、うん、路川津川が流れています。へ、失恋した女性が多く参拝すると言われている三千院で当たってるのかな。三千院合ってる、うん、ひとみんも失恋したらぜひお参りしてみてはいかがですかって、ちょうどいいんじゃない、ひとみんちょうどいいんじゃないちょうどいいって何、ちょうどいい行ってみたら、こういうところがあるんですね。路列、ね、にまつわる場所が。路列。次ビンゴさんだよ、ひとみ。ビンゴなんでわざとでしょ。飛ばしてからに順番的にさ、俺はシュプリームさん呼んだからね。違う、おかしいなと思ったわけ。ビンゴさん先だったのに。違う、なんで眼鏡かけてるかわかる？いつもでしょ。違う、目悪いから、うん、こういう誤差が生じるわけ。そこは分かってくれよ。なんでその言い訳。裏側の人が呼んでくれよ。頑張るよ、読むよ、知らないよ、もう。大丈夫だよ。はい、びっくりネームビンゴさんからありがとうございます。ポポポ。原野ゆうのちゃん。よー。へい。へいさん。がくさん。はい。世間の文ちゃん。大沢たかおさん、こんばん R。
何の番組だろう ねもう初っ端から入ってこないですよビンゴさん、ビンゴさんいつもこんな感じじゃないですか。こんな感じですよね。そうだね、はい、今日はテレビで大活躍されているタカさんがいらっしゃっているみたいですが、うん、まさか、曲間違えてきたわけではないんですよね。半分間違えたな半分ですよ、うん、ちょっと後悔し始めてる、はい、何これ、アンニエニシーの、うん、ミュージックアワー、ミュージックウェブはこちらの曲の番組じゃないですよ、はい、あちらの番組なんと今日で終わるそうですよ。そうなんですか今日で終わるんですか。なるほど。というわけで彼らにメッセージがあればどうぞ。あ、特に何のパイプラインなんですかこれは。そしてこの番組がこの時間帯でライバル相手に勝ち抜くためのアドバイスもご教授よろしくお願いします。さて続いてこれなんていうもの、うんちくね、うんちく、あ、うんちくについてですが、コミュニティ FM はかつて一つの自治体につき原則一曲だけだったのですが、そうなの、新聞社同士で揉め事が起こったので二曲それぞれに、免許を交付して、それ以降同じ自治体でも複数の曲の開局が認められるようになりました、うん、へー、もし1自治体1曲だったら、宜野湾市のような地域だったらどこにも開局、どこに開局しても空白域ができるし、うん、市町村合併があったら曲も合併なんてケースもあったと思います。あ、なるほど。宜野湾市は1曲だけだと、市内 全域をカバーできないから開局が遅れたんですね。ところで皆さん、うちのナンバーワンにマスクをおでこにつけている映像はありますか。え、何のことだよ。どういうことだ。ないんじゃないないと思います。ないよ。即答ない。タカさんが普通にないだって意味わからんの意味わかんない今日で、第一次宜野湾ダービーが終わるということで、うん、この番組は来週もありますが、うん、バイゲームセッツ。タカさん皆さんありがとう。終わらした終わらないで勝手に尻滅裂だなすごいな本当いつもこうなんです。クラッシャーですよ。いらっしゃいましたね。テーマについてちょっと、うん、語り出すところは前よりはマシになりました。だいぶ前全然違いましたから常に脱線してるわけね。そう、脱線してるんです。前はもう事故だったよね。でもだんだんメールの内容が長くなっていくんですよだんだんね。そう、読みにくい。それもいいですよ。はい、すいません、でもスムーズに読めるようになりたいなと思いますね、うん、ビンコさんのメールも、うん、そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。あと1通、はい、ビックリネームタイゴだよ。はい、ありがとうます、はい、ポポ。はいはい、ひとみんのブラ炊き込みご飯賛成やめて。チャリティーだからね。チャリティーだからね。チャリティーは先週だからね。そうそうそう、チャリティーだから俺ありがとう思います今日のテーマ、うんちくん。いやいや、うんちく、はい、自分の知ってるうんちくは、うん、V6 の長野くんの、ジャニーズ事務所入社年は、1986年、うん、俺が生まれた年。へー、すげえ長すぎる、うん、ちなみに金八先生にも出てたとか。へー、以上です。スタジオにお返しします。あとはコメントで楽しみますということですね、うん、そんな長くいるんですね。へー、何歳くらいからいるんだろうね。時は何歳からいるんですかねやめろはい、一旦コマーシャルでーす。今日はたくさん来ていて、多い方なんだ。そうですね、多いですね。コメントもびっくり賞を決めといてください。あ、びっくり賞、びっくり賞は、はい、今日ラッパリやりますか。今日やらないです。やらない、OK です。このカトル、タククラさんってお会いしてるんだね。市に接触堂で食事してるとき声をかけましたら、 ありがとうねって返してもらいました。そうなんだ。たくさんそういうのあるからさ、ごめんなさいだね。あ、そして佐藤さん、はじめましてだ。女村近辺で美味しい居酒屋さんありませんか。宮城から来てるんですけど全然関係ないわ。ぐるなりかすごいな、全然関係ないコメント来た。女村のあたりか、うん、坊ちゃんが美味しいですよ、ステーキ屋さん。坊ちゃん、うるま市なんですけどねあ、まあでも女村から近いかも。女村から、まあまあ、どうする、びっくり賞。あ、そうですか、びっくり賞。印象に残った誰かいたな、面白い人。一目決めていいよ。3、2、1。
FM ギノワンからお送りしてきました A びっくりの A びっくりラジオ、エンディングの時間が来てしまいました。あっという間ですよ。早いですね。早かった。はい、高さんとほとんど喋る。あ、いやいや、なんで喋りましたよ。ありがとうございます。いやいやいや、また呼んでください。はい、ありがとうございます。今日もたくさんのメッセージもコメントもありがとうございました。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション A びっくり、固く解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたしました。はい、さあ、うん、今週印象に残ったリスナーさんに送るびっくり賞の発表です。うん、誰でしょうか。今週のびっくり賞はビンゴさんです。おめでとうございます。初めてか、ビンゴさん。あれ、ビンゴさん初めてかな。違うか。違うかな。なんか一回あったような気がするけど。あ、あったあったあった。うん、じゃあビンゴさん連絡先メールでお願いします。はい、番組特製の A びっくりマンシールをお送りいたします。うん、はい、はい、サンチェスさんがねガチャガチャ引いて、うん、誰が当たるかお楽しみに、はい、お楽しみにしてください。はい、A ビッグ宛てにメールアドレスと、うん、違うな、住所、はい、送ってください。はいはいはい、そして今週も視聴者プレゼント、ビデオダビングの A ビッグから A ビッグ商品券1000円分を3名様にお送りいたします。プレゼント希望の方は avic@fmginowan.com、 全部小文字で avic@fmginowan.com にお名前、うん、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。はい、次回のテーマはゴールデンです。はい、ゴールデン。ゴールデン。待って、そしてパッといっちゃったよラッパリ。もう出ないんだね。いや、今ラッパリをちょっと高さんと喋りたいな。そうだね、ゴールデンボールだね。危ない危ない。はいはい、下送ると溜めて溜めて聞いたまって。なんか声聞こえなくなったな。いや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 、溜めるんすね、そこは。いろいろね、ゴールデンウィーク、はい、ゴールデンボール、ゴールデンボール、いろいろあると思いますけど、来週も来ますか、高さん。ちょくちょく来てください、高さん。あ、いいですよ。本当に今度ぜひ高見がいるときに、あ、そうだ、ダブル高で、あ、なるほど、ぜひお話ししてほしいな。はいはい、いいですよ。たっぷり高さんと喋って高さんのコーナーとか一回。あ、やりたいね。そういう時はコーナー作って、タカさんがっつり浸るコーナーみたいな。いいんじゃないですか。ボインボインね。ボインボイン。たくさんあるよ。ナインもあるし。ナインもあるんですか。ナインも好きなんですよ、俺は。どっちもいけます。どっちもいいね。いいですね。ひとみは何？え、私？中間ってないんですか？中間聞いたことないね。何ですか？でもさ、おっぱいネタでもう一つラストちょこっと言っていい？あ、いいですよ。あのね、哺乳瓶ってあるさ、あれの乳首ってあるさ、あれを開発した人、ピジョンっていうメーカーの中田雄一社長という人は、全員さ、その女性の乳首をちょっとどんな硬さかな、大きさかなっていうのを本当に吸って、本当に子供に、赤ちゃんに手頃な乳首っていうことで提供した人。これ本当の話。でもちゃんと吸わせてもらう人にはお金あげて、見返りをあげて、その代わり吸ってたという。一石二鳥ってのはこのことだ。そうですね。たまんねーすね。全く羨ましい。この話で、970人のおっぱいを吸ったそうです。970人。はい。あと30人いってほしかったっすね。もうちょい、もうちょい。俺、多分970で悟ったんじゃない？悟ったんすか？これだみたいな。これでいいのかなみたいな。いやいや、あったと。いや、ありがとうございます。そして皆さん、告知ありますか？ない。うちのナンバーワン、うちのナンバーワン、来週、来週じゃない、あさって放送から9周年目に突入します。そうですよ。ありがとうございます。またご覧になってください。9周年目のね、特別企画をやっておりますので、何人のおっぱいするんですか。そういう企画じゃないですか。971人目から俺が引き継ごうかなと。やりたいですね、ぜひ。はい、ぜひご覧ください。朝9時半から土曜日、休営日ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今週もたくさんおしゃべりしました。あっという間に過ぎましたね。あ、そうだ、5月26、27日に私舞台本番来ますので、ぜひぜひお時間空けててください。あと1ヶ月ですね。はい、よろしくお願いします。歌います。歌うんだ。演技もします。いい女になります。あとラジオ DJ やります。いいね。DJ も。このキャラクターじゃないです、全然。めっちゃいい女演じるんで、よろしくお願いします。噛みません、そして。しかも唇から目が離せないね。そうですね。そうですね。真っ赤っかだからな。そうですね。いや、ピンクがいいな。ピンクがいいですね。トゥルトゥルにしていきましょう。いいね。プリンスか今。ということで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。締めましょうね、寂しいですけど。お送りしたのはバナとひとみとサンチェスとテゲストのタカさんでした。はい、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイ。セッ。ありがとうございました。いや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 。
意外に乳首で1時間いけるんじゃないですか。爆笑いけますよね。へぇ、絶対いけます。そうなの、すげーな。乳首ネタたくさんあるの。なんかリアクションいろんなパターン用意しとかないといけないですね。トミヤもあれだよ、もう見せる役だから、うん、見せる役ついてますね。やばい。その代わり俺たちもちゃんと見せるからみんなで、あ、誰のでしょみたいな。いいね、いいな。手取ってこないといけない。スキル。これ4つあるんだ、乳首。まさか、まさか。どこによ、牛か。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった、うん。来週は高見いるのかな、ね、いや、なんか17までできない。あ、マジですか。そうなんだ。うん、あ、すげえな。面白いぞ。あら、どうだ。あ、マコさん来てる。失礼します。ではでは、また来週。高さんでした。ありがとうございました。人に時間がないんだよね。時間、あ、そうですね。